今回は2013年モデルのアルピーナ B3 リムジンですね、ご紹介させていただきます。まずお車の状態からなんですけれども、現状走行距離が5万キロと、走行距離としては走っている方なのかなとは思いますけれども、非常に状態は綺麗です。強いて言えばフロントリップのあたりが2、3箇所白く飛び石ができちゃってるのと、あとはフロントガラスに1箇所2箇所本当に小さな飛び石があるぐらいですね。アルピナブルーの非常に鮮やかなボディカラーで、インテリアはブラックのダコダレザーが使用されているお車で、かなり組み合わせとしては定番の1台かなと思います。後ろの方ですね、回ってまいりました。リアスポイラーがついて、バンパーも専用のバンパーですね。で、フロントのバンパー、サイドのスカートともにアルピナ専用のものがついております。こちらのモデルからは、アクラオビッチ製のマフラーが標準で入るようになりましたので、音もかなり楽しんでいただける1台となっております。トランクスペースは、セダンのお車なのでそれなりのスペースはもちろん確保はできています。ゴルフバッグは1個2個ぐらいだったらいけるかなっていう感じですね。インテリアの方ですね、ご紹介させていただきます。走行距離5万キロですけれども、目立った傷とかすれ汚れっていうのは全くないですね。本当に綺麗にお使いいただいているお車だったんだなっていう印象を受けます。ステアリングも擦れてるようなところもないですし、こういったいわゆる刺繍の部分もほつれちゃってるようなところもなく、綺麗な状態保っているお車となっております。やはりダコタレザーシートは本当に座り心地も良くてですね、革がかなり厚いので、一見見た感じはちょっと硬いのかなと思うんですけれども、座ってみるとかなり柔らかいので、衝撃の吸収能力なんかも高いんじゃないかなと思います。でエンジンかけるときはスタートボタンですね、押していただいて、かけ始めは結構音は大きいんですけれども、アイドリングについてくるとかなり静かになりますので、騒音っていうのもほとんどないお車ですね。で今これぐらい落ち着いてきてますので、ほとんど走っててですとか、ご近所の方に何か言われるような音ではないかなと思います。でメーターパネルはもちろん青ですね。アルピナはもうこの青が特徴的 でライトの方はオレンジで点灯するような形になります。で GPS レーダーもついておりますし、あとはナビゲーションの方ですね、かなり使いやすいアイドライブのナビゲーションですので、操作性に関してもかなり優れているかなと思います。でこちらの車は後付けで地デジが見れるように取り付けられていまして、でこちらのメニューをボタン長押ししていただくと、AUX から引っ張っている、音と合わせて映像がちゃんと見れるようになっております。でシートヒーターはもちろんこちらついております。であとアルピナの証でもあるこのプレートが34番で刻まれております。走行モードはすべてこちらのボタン一つでお選びいただけます。エコプロからスポーツプラスまで本当に種々さまざまな走りをお楽しみいただけますので、そのシーンに合った使い方をしていただければなと思います。あとオプションでこちらの車はサンルーフ装着されております。秋口なんかだとやっぱりサンルーフあると風も気持ちよくドライブできるかと思いますので、ついているとやはりリセールとしても非常に大きな点にもなりますし、ついているに越したことはないかなというアイテムの一つです。で後部座席も同様ですね、ほとんど使用感なく本当に新車かと思ってしまうぐらい綺麗な状態を保っているお車です。あとはこちらからドリンクホルダー付きの肘掛けも出てきますので、4名様で座っていただける分にはもうほとんどどの席に座っていただいても快適にお使いいただけるかなと思います。はい、ではエンジンルームの方ですね、ちょっと開けてみたいと思います。で3リッターの直六のツインターボエンジンですね、馬力で410馬力発生させるエンジンとなっております。この車格で410馬力で、もともとアルピナはレーシングカーを扱っていたメーカーでもあるので、パワーとしてはもう十分ですね。では今回は2013年モデルのアルピナの B3 ですね、ご紹介させていただきました。距離は5万キロ走っておりますけれども、その距離を感じさせない本当に綺麗な状態を保っているお車でございます。走っている分お値段もかなりお安くお出しさせていただいている本当にお買い得な1台となっております。ぜひともこのお値段でですね、アルピナの走り、乗り心地を楽しんでいただけるんであれば、本当にお値段以上のものがご提供できるかと思いますので、ぜひともアルピナご検討されている方はですね、こちらの車一度見に来られてはいかがでしょうか。皆様のご来店心よりお待ちしております。